ハッシュタグ番外です。ユーストはチャンネル中澤秀樹文献研究番外編にて再開しています。ここで美学校番頭のカイドウさんより、来月4月に美学校関連イベントとして行われる鈴木純中澤秀樹二人展についての告知をさせていただきたいと思います。カイドウさん、よろしくお願いいたします。はい、ですね、すみません、はい、忘れてた、まあ、ひどい。美学校が毎年4月にですね、イベントっていうか、まあ、あとお祭りみたいな感じで、イベント開催しているんですけれども、で、今年はですね、ここにいらっしゃる中澤秀樹さんと鈴木さんの二人展を文法堂ギャラリーで、4月15日から、6日間ですね、開催する予定です。で、フライヤーがもうそろそろできるので、次回の文献研究の時にはお渡しできると思いますので、それもまだ、これは2012だけど、これの2013ですよね。それが、名前が変わりまして、ギグメンタという、ギグメンタに変わった。りました。ああ、はい、そうなんだ。はい、はい、はい、はい。なので、ぜひぜひお越しいただけたらと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます。はい、忘れないうちにと思って。はい、じゃあ、はい。カイドウさん、ありがとうございました。それでは中澤秀樹文献研究番外編第16回後半に戻ります。本日の第16回番外はメールアート特集第2弾です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今、つぎありをツイートしてみましたけど、ツイートした、じゃあツイッターで見ればいいんだ。番外で、そうか、番外で見ればいいな。出ない。出ないですね。出ないですね。じゃあ自分が見た。僕は今リツイートしました。リツイートした。美学校のそれはなんで出ない。ブロックしてると出ないブロックしてんのかな。ブロックされたらブロックしてんのなんで出ないんだろう。美学校の方でダメじゃん。つぎあった .com。 あ、来た来た来た。 あった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 。これですね。はい、相田誠天天才でごめんなさいの言って、大量のツイートが無断天才、無断天才という言葉も同じですね。優勝公害されている件、はい。で、原発事故絡みのツイートを大量に貼り付けてる作品があったというようなことで、どういうことだ、引用された人にただ券くらい配れればいいのに、無断使用ですね、聞いてないって怒ってると。で、無断使用する、アートなら他人の発言を勝手に切り取って投与していいのか、無断天才じゃなくて投与だろうと。これ違う、同じだよね。で、はじめまして、現在森美術館で公開中の相田さんの美術展におきまして、ツイッター上で私の含む複数のユーザーの発言を引用している作品があると聞きましたが、知る権利があるとかどのようにお考えでしょうかとか、こういうふうに言っていると。ありえないとかっていう感じで、でも意外と少ないですね、114個しかない。というようなことでたくさんあると。はい。で、相田さんからは対応が来てるんだ。水域の中にあるんですか。あったあった。僕の作品に、ツイートの朝は自分の常識に照らして問題ないと判断しましたということですね。はい。そうですね。はい。はい、ということでしたけれども。
あんまり読まないまま単に見るっていう感じですね。前新方法でこういう感じでなんか見たことがありましたね。まあいろいろ盛り上がってるのは分かります。盛り上がってます。閲覧数もなんかすごいことになってます。はいはい。で、これ、でもここがあんまり主眼じゃないですよね。相田さんのこの作品はね、この、無断転載をするみたいなものが主眼ではないような感じがするというのはちょっと違う気がしますよね。っていうか僕としては単になんかアーティストとしては一応311にも言及しておくか、そういう作品も作っとくかみたいな程度にしか思えないんですけどね僕としてはね。でだって自分の意見言わないで済むからね、こうツイートだけ集めればね、それで一応でも関心がないわけじゃないんだぞみたいな感じにもなりますし、でツイートもこう海の中に漂ってますしみたいな感じになんかなりますけどね。でもこのくらいの反応は当然予想してやったんじゃないかとは思いますけどね。これについてどうします？まあメールアートな問題ではないですね、これは少なくともね。で著作権があるものを無断使用したことが問題という点では結局どういう場に出すかのようなことによって全然変わってきて、相田さんのポルノの方の作品も、単に小さいところでやってるレベルでは全然問題がないんだけれども、森美術館でというようなかなり大きいところでやるとどうなのかみたいなことですね。でそれは黒田清輝の嘲笑問題も全然同じですね。明治美術館の中で発表していた時は全然問題がなくて何度も展示されている作品なんだけれども、それを博覧会という美術の文脈じゃない文脈のところで大勢人が集まるところで、勧業博覧会でしたっけ、まあ、それで発表した時にやっと大問題になったというようなことで、まあ、どれだけ公的な場に出すかみたいなようなことで出てくる問題だと思います。とすると相田さんは森美術館ではこのテープでいいんだろうみたいな感じでちょっと判断したんじゃないかなというふうに思いますね。で僕も北九州市立美術館ではこのくらいの感じで展示しようみたいなものもあれば、あとそれから僕のはかなりインスタレーション的に見せるような形にしていて、全部プリントアウトしたものを学童用の画鋲でボードに貼るみたいなスタイルだったので、それをすごく樹脂で固めてですね、でこれにこう500万円という値段をつけて売ろうとか、まあ、そういったものではない状態に見えるものだったんですね。まあ、そういったようなこととかいろんな周りのことによって見え方っていうのは全然違ってくると思います。例えば僕の近代美術テキストもあれはトムズボックスという場所から出しているものなので、今まで訴えられたりとかしたことというのは全然もう一度もないんですけど、僕の近代美術テキストを例えば新潮社から出そうみたいなようなことになったら、あれは著作権違反の塊みたいなものですので、全然問題になると思いますね。で逆に言うとそういうレベルの話だと思います。なのでこのタイトルはある意味いいんじゃないかなと僕はさっき思ったんですけど、まあ、それは相田誠展において大量のツイートが無断転載されている件
だけだと、そんなに問題はないかもしれないんだけど、まあ、ここで優勝公開されていると、ね、ここの優勝で公開されているみたいなようなところでもうちょっと問題の意識が明らかになっている。ただ、まあ、北九州ビエンナーレだって、優勝公開なんですけどもね。ただそれが、北九州市立美術館よりもやっぱり、ずっと大きないろんな人が集まる森美術館でやったみたいな、そういったようなことが関わってきてるではないでしょうか。僕だけ喋りましたけど、他に何か。無断転載のことについて、え、無断転載ということについて、あんまり相田さんは意識的ではないんじゃないかと。あ、そうですかね。あえてやってる感じではなくて、別に問題ないだろうと思ってスッてやってしまったというか無断転載が問題であることのためにやってるわけじゃない、あ、問題があるところを面白がってやってる点はないですね、そういう感じはしないけど、僕の場合は問題があるところもちょっと面白がってやってる、あえて意図的に無断転載をしてみてるっていうか、そうですね、僕の場合はしかも E メールでやり取りしてる人なんで、全部許可取ろうと思えば取れるんですよ、許可を取るっていうことがしらけてしまう、なので無断転載という形でやってますけど、相田さんの場合はいちいち許可取る、まあでもツイッターだから取ろうと思えば取れるのか、一応ね、ツイートすればいいと思うので、だけど、そうですね、無断転載でいいだろうみたいな感じでずっとありますよね、と思います、まあ、メールアートに潜む犯罪性というかね、あるいは芸術自体に含まれる犯罪とアートみたいな、そんなところで犯罪的な部分があって成り立つ美術みたいなものがあるんですけど、まあ、僕はそこを自覚的に入れてますけど、相田さんはあんまりそこが一番ではない感じはちょっとありますね、確かにね、みたいな感じでしょうか。じゃあ、他のに行ってみましょうか。あと今日何をやろうとしてますっけ。どれから行きましょうか。松沢のハガキ絵画を見ましょう。せっかく持ってきてるんでね。松沢豊を皆さん知ってる人ですけど、一名知らない。のために言いますと、日本最初のコンセプチュアルアーティストという形容が時々なされる、だけどコンセプチュアルアートという言葉は西洋のものなのでなるのだみたいなような言い方もたくさんなされるんですけれども、まあ、一応そういう形で紹介されることのある人で、1960年代に、概念芸術を奉仕してた人ですね。で、美学校の60年代から70年代にかけて最終芸術講座だっけ、最終美術思考工房教場ですねというものをここで展開してたので、まあ、美学校にも関係があった人ですね。でその人が、最初はオブジェというか物を作ってた、絵も描いてたんだけど、その後全部言葉だけで作品を作ることになった。でその時にオブジェを消せという言葉を言いながら自らにオブジェというのは彼は物質という意味で使ってるんですけど、まあ、物質をなくして言葉だけで表現しろという方向に行ったわけですね。でその一環としてかなり早い時期、1967年にハガキ絵画というシリーズがあると。で今日はそれをちょっと
あのメールアート特集などで見てみたいということです。これはスピリチュアリズムで松田豊という、川口現代美術館の展覧会の、カタログに載っている、ものなんですけれども、このハガキ絵画第1部、部分っていうのはどういうことかというと裏もあるってことですね。で、裏は何かというと、裏はただの白紙なんですよ。ここ大事なんですよ。で、白紙のところが全然一回も画像としてこういうふうに載ってないんですけど、裏は白紙であるというのは非常に大事。そこが河原音のアイコットアップとかと全然違うわけですね。河原音の場合は全部絵はがきにやってたので、かなり違いますね。で、松田豊としては物質のみならず画像だとかそういうものも全部消せというようなことだったわけなので、裏は白紙である。で、裏のことを白紙絵画と呼んでるわけですね。だからここ全体は裏側の白紙に対する解説として読むこともできるような部分になっているということです。これを読んでみましょう。すべての生物及び無生物のための白紙絵画、人間に見せるのみならず岩にも木にも天にも鳥獣にも音楽にも自己増殖機械にも私はそれを見せる。見よそこに、ただ白色の円を。6776、白昼虚空間状況探知センター松田豊ということで、好き放題してますね。6776は多分1967年の7月6日なんじゃないかというふうに思われますね。この白昼とか楽しそうですよね。はい、白色の円なんですね。白色の円が白色絵画の中にあるみたいな感じをイメージしてるんだと思いますし、あとそれからね、この円、白色の円っていうのは、松田豊の他の作品にもたくさん出てくるんですね。単に言葉として出てくる。でもそれは話すと長くなってしまうんだけど、日本の美術でいろんな要所要所に円が出てくる。物里としとぶに円が出てきたりだとか、まあ、そういうようなことを、論文を、石井さんの指導教授の誰だっけ、川早稲田の先生で、みそにさんが「あの本いいですよね」って言った戦争の。あ、はい、うん、そうですね、名前忘れましたけど、川なんとか先生。そうまあ、その先生の論文とかでもあるんですよね、円が出てくる。でもそこにこの松田豊のこれが入ってなくて、多分この松田豊のこれを調べてないんじゃないかなというふうに思うんですけど、さっき海藤さんが持ってた、それじゃなくて量子芸術宣言にもただ円が9つ並んでるページとかありますよね。で、それは諏訪湖に見せるための白紙絵画とかね、いろんなのがありますけど、そういったような感じで白色の円にちょっとこだわってるというのがある。で、それは僕としてはベクターの考えから言うと、最もベクター的に意味のあるベクター図形は、意味のあるというか最も単純なベクター図形は円なので、なので円が採用されているんだろうというか、非常にイデア論的なベクター側の概念ですごく一貫していると思うんですね。で、松田豊はオブジェを消せみたいなことを言ってるけど、僕はマテリアルを消せの人だと思っていて、で、オブジェクト図形方式とベクター方式は同じなんだけど、まあ、ベクターで物事を記述しようとするということにおいて白色の円が選ばれるのはとても整合性があるというふうに思っています。円は近代的な考えから生まれているものですか？うんうん、いや違うと思いますね。例えば最もニュートラルなものとして生まれていると思いますね。例えば上下左右方向がないとか、
あと最も単純な、方程式で描くことができる、すべて均質であるとか、例えば正方形だって、角のところと辺のところでは差異があるわけですよね。平等じゃないわけですね。ただ円っていうのはそれこそ360度平等な存在なので、まあ、そういったようなことが考えられてるんじゃないかというふうに思いますね。発想は西洋的なところから、うん、僕はそうだと思って、うん、で僕が松田豊をプラトンのイデア論につなげるとつなげたことを言うといろんな人に怒られる。みんな松田豊を東洋の概念芸術の人に仕立てたいので、僕がプラトンとつなげるとすごい怒られると。そう、うん、もうナディフで対談をしていて もう頭ごなしに怒られたりとか、ね、されたり してます。ただ円だと、うん、最近見た絵の中に仙台とか、うん、それから白衣の丸っていう作品があって、うんうんうん、伝習の考えから来てるらしいですけど。なるほどね、うん、あそれもあるかもしれない。あでも結局西洋でも東洋でも最終的にベクターの本質までいけばどっちも同じ結論になるはずだと思いますね、うん、で、この、第一次のものがここにずらーっとたくさんあって、これをスキャンしたんだけど読めないです、残念ながら、うん、一番最初がこう全ての生物というのは生物の博士会館なのは分かるんだけど、次すごい読みたいんですよね、これなんか、うん、これも読みたいですよね。で全部色とか違うんですよね、うん、すごいね、うん、これ見ないと見るだけちょっと読める、うん、あとはなんか読めそうで読めなくて、でここに1個だけなんか長いのがあるんですね、縦長のものね、うん、というような形で、でこれについて追悼しましたけれども、なんか画像を持ってる人はありますかみたいなツイートしたけど、結局、あんまり出てこなかったですね。平間さんが出してくれたのが前だったんで、1枚ありましたね。それはどれだっけ、それは難しくなってもう出ないここにはあるかもしれない。この前見たよね、ちょっとこの前見ましたね、見ましたよね。まあでも、これがですね、モノクロではその期間の中にいくつか入ってたので、なのでちょっとそれモノクロですけれども、見ていきましょうということで、これがさっきのですね。あ、というか、これはどこか個展で展示されたものですか？いや、これはメールアートとして送られたものですね。あ、送られたものだけど、多分送られてなくて使われてないものが何枚か残ってて、で、それを全部持ってるのが、山口県立 美術館が持ってるんですね。で、この川口現代美術館が山口から借りて展示してたのか、これも川口現代美術館のコレクションかちょっと覚えてないですけれども、あと他にもね、別の場所でも数点見たことがあります。なので送られたものじゃないものとしてなんか送られあるものはありますね。でこれは今読んだものですね。でこれはさっきあったちょっと縦長のやつみたいですね。これが全人類所有可能の絵画だ。一枚の白紙だけがあれば足りる。またはそれをもうちょっと大きく。またはそれもなくても足りる。その白紙の上に、または白紙と思う虚空の上に白色円形の根本絵画を所有するのだ。ということで白色円形根本絵画という言い方をしてますね。ベクター的なもの。ただそれに所有という概念を与えるところがちょっと西洋的な気もします。絵画を金で売買することは恥ずかしいことだ。絵画のみではない、カーでもカラー TV でもパンでもパンパンでも本でも本でもただで全人類に分かち与えなければならない。
欲しければタダで取ってくれればよい、取ってくればよい。情報芸術開発センター6776に虚空間状況探知センターより発信された、すべての生物及び無生物のための博士絵画以来、毎月1回ずつ連続12回発信される非実体絵画等を情報絵画と称し、その他すべての芸術の情報化を開発創造する研究機関を虚空間状況探知センター内に新設して、情報芸術開発センターと命名します。7667ということで、次1968310、信州虚空間状況探知センターということで、この人はあの諏訪湖のそばに住んでる人ですね。ということで12ヶ月やった後でなんか出してるみたいな感じですね。12ヶ月やってないのか、やってる最中なのか。毎月1回ずつ連続12回発信されるっていうことが、発信中の1個としてこれが出てるみたいですね。3月10日ですからね。でアンケート1968310、世界は絶えず消滅に向かって進んでいます、あなたは最終芸術、芸術の最終的予想をどのようなものと予想しますか、空想しますか。処理は PSICOM1010 の穴によります。これはプサイコムというんですかね。1968年3月10日ここに1968年3月10日ってあるので、あ、この数字ってね、1968年3月10日のことだったんだ、ということは6776は67年7月6日だったんではないかと分かるわけですね。3月10日情報技術開発センター、楽しそうですよね。眠れるエネルギーに見せる世界最後の絵画展、働いているエネルギーはどしがたい、眠っているエネルギーはエレガントである、永遠に眠っているエネルギーは不死である、宇宙の終極の空間、その寂光浄土に私は一つの九つの無限個の白色の不可思の根本絵画過去、それをこのハガキの背面の白紙面に見よを飾る、眠っているエネルギーに見せるために、その時世界に絶対の平和がもたらされる、その時人間はもう右往左往しなくてよい、その時テレパシンがベルガナムハラルハルマラノアル6811 68年1月1日ですかね。これ信州虚空間状況探知センター松田優太、いろんなことを言いたくなりそうですね。てかこういうのちゃんと評論すべきですよね、誰かがきちんと一個一個こういうのもありますとかじゃなくて、うん、見ない絵画と見えない絵画って、あ、さっきこれありそうでしたよ ね、エキスポ70の反存在のための掲示ということで、あ、この人も反発芸術の一人だったところが分かってきますね。889m のコーンと 1010m のドームは見ない絵画のための装置である、これ何意味してるんですかね、ちょっとわかんない。1111m のバツバツバツと 1919m のバツバツバツは見えない絵画のための装置である。889の内壁は白色だ。1010の内部には目隠しを入れている。1111の内部には光がない。1919はない。すなわち、イコーにギャテイとルビを振っています。すなわち、ギャテイである。見る、現代は見すぎる時代だから、見ないことを学ぶことは、うん、むやみの無双の課題だ、あ、勝利の課題だ。また目を見開いても見えないことは未来文明のパターンだ。物質は名門なりということで、最後物質はダメだということがちゃんと言われていて、これは12月12日ですかね。で信州虚空間状況探知センター発信丸、うん、あ、これ違うの来た、あ、これしかなかったですね、うん、載ってたんだよ。
でね、あ、はい、この前面にわーって文章書いてあるのは、うん、あれもハガキなんですか、ね、あれね、これわかんないですね。アテナ宛名送れないですよね。そうですよね、裏が真っ白なわけないですよね、これだったら。そうですね、長い文章が載ってたハガキなんですね。なこれですよね、きっとね。これは表側に住所書いて送ってるのかもしれないですね。だからこっちはあの白色絵画を思えばいいだけだということで、白紙部分がないのかもしれないですね。そうですね、なんか非実体とか書いてあるから、うん、そうですね、本当にないっていう意味、ないという意味かもしれない、なんじゃないですかね。うん、全部これについてちょっと誰か論文書いてくださいよね。早稲田の人卒論に書くのとかいいじゃないですかね。危ないと思われるかもしれないですね。川田先生だ、思い出す。川田先生ですね。はい、川田先生です。え、はいはい。川田久志。川田秋久さんですね。はい、川田秋久さん、円の中にこれも入れてください。で、ちょっとこれだと、ないんだけど、僕が、この川口現代美術館でに行って、実際に読んで印象的だったのを人と話したのでより記憶しているのがあるんですけど、それはちょっと確認できないんですけど、画像でその中に今から私は大きい完全な球を持って今から参ります、なのであなたのうちの勝手口とか門とかを全部鍵を閉めてしまわないでお願いですから、ちょっとだけ開けといてくださいっていう内容のものがあったんです。で、素晴らしいですね。こういうことやってみたいなみたいな感じで、ちょっと真似してしまってますね、僕ね。イメージですね。やっぱり引用だったんですか。引用ではなくて、まあオマージュ。いろんな言い方ができますね。これ今写してるのって何かの本なんでしたっけ。え、ここにあるその期間、その下、これは松田豊特集の期間で、しかもこの期間を発刊している人は元美学校代表の、名前忘れたら、川西さんじゃない方、校長の方、石井さんじゃない、違う、単なる有名な、後ろに書いてあるじゃん、今泉さん。今泉さんが出してるわけじゃないの、今泉さんっていう方は書いてますけど、あ、でも編集委員会今泉なんて読むんですよ、この吉彦さんっていう人が、そうだから、これは結局美学校的な機関誌ですよね。今泉さんが全文も書いてます。でも11号がその今泉さん特集ってなってますよ。自分で自分を特集してると思ってた。そういうことなんですね。いろいろやってますね。ただそういう時は他の編集員にやってもらったりして、自分は関わらないとか、いろんなやり方やってるかもしれないですね。ちょっとわからないですね。編集協力とか入ってますね。というのがあったのと、この前、平間さんから送っていただいたのは、僕のどこかにあるかな、美学に見せるためのやつは、あれの墓機械がいっぱいある、諏訪湖に見せるための、諏訪湖に見せるための9つの絵画展っていうのは、はがき絵画ではやってないんじゃないかな。ちょっとわかんないですけどね。
ということで松田豊に関して、あともう一つ平間さんが僕に送ってくれたやつどうしましょうね。あ、今あのツイッターにアップしました。アップしました。なので僕のやつを見ると、横になってる、これは横になってる。あ、このこれこれこれです。はがきに挟まった絵てか、これって回転できるんだっけ。できるんだよね。あ、ここでできるんですね、うん、あ、本当だ、できた。あ、これができない。下がこうです。あ、あれ戻ってた。なんこれで、これは行かない。あ、しまった。違うとこ保存すればいいんじゃないですか。はい、保存デスクトップとして、こう普通に開けばデスクトップに。そうか、時間かかる。はがきに挟まった絵、こんにちは、ご機嫌いかがですか。あなたは毎日何をしていますか。忙しいですか。それがあなたの人生にどんな意味を持っていますか。満足ですか。こんなぶしつけな質問を許してください。あなたの未来はどうなるでしょうか。宇宙の未来はどうなるでしょうか。絶対確実なことは、あなたも宇宙もやがて消滅することです。その前に、とくと人類の到達した一番高価な営みを行いましょう。さあ、あなたにお届けしたのは、このハガキに挟まった白色円形の不可思の根本絵画を眺めましょう。6868刺繍館、信州国空館状況探知センターです。で、これは裏はあったんだっけ。裏は、うん、うん、あったよ。僕覚えてる。あ、裏も同じ、うん、同じで、同じなんだけど、ここだけそこになんか王様、ここになんか王様の絵が描いてある。だけどここは同じなんだね。だからこのシリーズは全部裏が白紙なわけではないということですね。で、この場合、あ、こっちは半郵便はがきだ。あ、これは挟まった絵だから、もしかしたら挟まれてるっていうことを表すためにここにない、やってるのかもしれない。これは、あ、これは今やってる、同じですね、そうですね。もしかしたらこれだけ特別かもしれないのは、うん、このどっちもこういうやつにして、うん、絵はその真ん中に挟まってるよっていうことを、うん、もしかしたら、うん、そうだと、そう思いますね。要するに表と裏に同じ文面があって、ただここの切手のところのマークがちょっと違いがあって、あと表の方はこれはただの郵便はがきになってたかもしれないですね。あ、そうですね。で、こっちが裏なので半郵便はがきになってるのかもしれない、といった細工はあるけれども、ここの文面は同じで、レイアウトも同じで、で、このはがきの裏表の間に挟まっている白色円形根本絵画をさあ眺めましょうと。あれって挟まったってことですか。挿入の層ですよね。挿入の層ですね。挟まっただと思ってました。思ってた。思ってた。何歳？なんだろう。ということで、アメリカ像が出てこない。これじゃない。何見ました。
あとハガキ絵画第2次っていうのも あるんですね。67年にやった後に70年にもやってると。でそれはこっちで全体的に黄色くて、しかも社食が使われてない。当時あのパソコンないですから、でもこれ社食わざわざ打ってお金かけてるということがわかるわけですね。これ見たら、あ、こっちなんじゃないの、さっきのこれが本当は全部入ってるんですよ、郵便はがきのデフォルトとして。あった、あ、こっちは普通の郵便はがき、送る前に送る前に、あ、半郵便はがきじゃなくて郵便はがきです。郵便はがきで、うん、で、そこの切手のところにはこのマークではないんだけれども、なんか違う図がありますね。そのマークではないですね。そのマークじゃなくてただの四角の、うん、ただの四角なんだけど、四角の中にちょっとポチって別のアイコンが上の方に何かがある、うん、まあ、そういった違いがあって表と裏があるということを思いついて得意になってるんでしょうね、きっとね楽しそうだな。で、まあ、だからこっちの第1次の方、67年か68年にかけて行ったものは写色をして色も使って頑張ってるんだけど、次の第2次の方はこれガリ版で手書きっていう感じですよね。で、まあ、とりあえず確認したいんですけど、ええ、今平間さんが持っていた画像っていうのは、はい、今その山口県立美術館 の展示に映ってるものの一つなんですか。平間さんはどこからもらったんだっけ、その画像。これはあのプサイの箱に入ってたやつ一致してないってこと。ここにでもここに全部あるとしたら、あ、この中のどこかにあるんじゃないですかね、はがきに挟まった回、このどこか読めないけど。それかもう第1次第2次以外にもっとあるかもしれないですね。そうですよね、うん、そういう可能性もありますよね。捨てるもの一枚一枚同じの可能性もなさそうな気がするんですけど、そういうことはないんですか。はい、例えば、今平間さんが見せていたハガキは複数のバージョンがあるとか、そういうことはないんですか。いや、ありえますね。だからちょっと分かんないですね、それは全然分からない、だから全然研究しましょうよ誰か、ね、これだけでも相当面白いものだと思いますけど、ね、これのどれかがハガキに挟まった絵見えるかな。なさそうですね。これかもしれない切れてるその左端、これ左も何ですかそれ。これも分からないですね。でもこれだんだんあのスキャナーの上に 丸みを乗せて置いたためこうなってるんですね。それでちょっと今見ると、うん、そっちです、そっちにある、うん、でちなみにあの中に白鳥よとかっていう作品とかも載ってるんです。この前ツイッターでちょっと脱線ですけどね。あ、そうですね。白鳥よっていう作品とかもあるんです。素晴らしい。あの森美術館で。あ、そうだ。そう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 。そう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 。あれ、平間さん行ったんだよね。あ、行って、やってて、うんうんうん、このハガキ絵画もあったんですけど。あった、うん、あのこう縦にこう積み重なって、一番上のやつしか見えない。残念。ひどい。ひどい。ひどい。あ、それで、あの、ちょっとこれ全部見たいんですけど、うん、でちょっと頼んでみたら、うんうん、これはほとんど同じなので、うん、まあ、こういうものがありますって言われて終わった。あ、そうなんだ。残念ですね。非常に残念です。図録には、あ、図録もやっぱり量で、図録があったのかどうかちょっとわからないんですが、10日までやってるんだよね、今週の、今週の、まだ日曜日までやってるんだ。行かなきゃと思ってるんですよ、うん、あのビデオもあって、パフォーマンス中のビデオとか。あ、じゃあ、時間かかりそうですね。あ、でも20
分あればそのビデオは一周してました。ビデオが、うん、全体は全体は、うん、でもまあ全体どういうことですか、うん、何時間ぐらいあれば見れるかと、うん、文字がすごいいっぱいあったので、うん、ちょっとそのちゃんと読もうとするとちゃんと読もうとしたら1日では1日でもあと理解するかっていうことを考えると1日でも足りない終わらないです。分かった、そういう分量か、分かりました。美術館の名前は何か、粕谷の森現代美術館ですね。若井寛治さんがやってる横須賀にある美術館で、衣笠駅から徒歩10分、徒歩20分10分ぐらい、うん、15分ぐらい、うん、そうそうそう、今度の日曜までなので行かねばと思っているけど遠いですね。っていうか鎌倉で今実験工房展やってるじゃん。もうすぐ終わっちゃう。24日あれ3月24日まで。あ、地元だ地元。そうだ。前回行かなきゃと思ってまだ行って、ね、近いと逆に行きそうね、こういつでも行けると思ってたってね。そうだよね。だからそれセットで2つ行こうかと思ってたけど、そんな松田だけで1日かかるとはっていうことを今知ってしまった。あ、そうですね。でも10時から6時までやっているのでうん、うん、そんなにかからないかもしれないですね。じゃあ実験工房と抱き合わせで横須賀線の旅ができるかもしれないですね。で、第2次の方はこんなような印象で、なんか全体的に正方形の文面ばかりで、全部ガリ版っていう感じですね。ここだけなんか違いがありますね。で、これをちょっと見てみましょう。バニシング消滅天然自然シリーズ1/12。これ読めない。何ですかね。信州下諏訪温室三佐山で三佐山にて奥山三杉執行人松田豊撮影及び立ち会い人花賀光俊1970年10月10日これはオリンピック開催の初日ですね。違うか、64年だそれは。これ万博だ。だから違う日にしてチン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 、これは後半は二国聖一になってますね。二が一つだけなんかある。地の代わりに。地の代わりに二が入ってる。うん、え、どこどこ？左下ら辺の。下から見よう。あ、ここですね。あります。これが大事なんですかね。これだけだとあまりにわからないですけど。これは展示されてなかったですか、笠谷の森。これはなかったと思います。なんか松田さんは調べようとすればいっぱい調べるものができそうですね。という感じです。はい、いいでしょうか。で、あとそれから間という雑誌が今も刊行されている雑誌があるんですけれども、そこにドロップボックスから見ようか、見れるかな。前文献研究で読んだやつ。あ、ドロップボックスで見れると思います。だけどテキストで見た方がはっきり見えるか。そうですね、うん、じゃあテキストで見てしまいましょう。この間完成原稿直し済み、これですね。福永さんという編集長さんがされていて、よく美学校にもやってきます、時々来ますよね、福永さんね。で、その人がされている間という雑誌に、で、松田豊追悼特集があったんですね。2006年に亡くなられた時に、で、その時に、僕もなんか、寄稿してくれと頼まれて、で、僕が寄稿したものはこれであるというものを
をこれからお見せします。原稿タイトル、美術家松田豊は生きている。で、原稿寄稿者名の肩書きは中澤秀樹美術家である。で、これは、福永さんに対する指示ですね。できれば等幅フォントにして、介入位置や空白行もこの通りにしてください。フロム秀樹中澤で、サブジェクト、美術家松田秀樹が生きている。で、デートは2006年10月18日7時3分54分。で、トゥー中澤秀樹で自分自身に送っているということで、これはメールなのではないかというのがだんだん分かっている。で、僕はメールを配信しているんですね、この時ね。1922年2月2日午前2時に生まれた美術家、松田豊さんは生きておられます。なぜなら1981年に書かれた自筆年譜、1997年に編まれた松田豊年譜のどちらもが2222年を最後の項目としているからです。また「その日」と題された作品においては人類の歴史は2222年2月2日に「は」終わると考える私の300歳の年だ「は」私はなおも生きると宣されているからです。これ「は」とはよく合いの手を入れる人なんですね、松田さん。ますますのご活躍をお祈りいたします。一問明けで、昨日午前11時半、下諏訪の夫妻の下の階からの出棺、並びに午後12時半から火葬に立ち会いました。生前の松沢さんには本当にお世話になりました。私がイラストレーターから美術家に転身した最初の個展に、下記文言を賜りました。雲母性の言語の記述。また、昨年の特許の個展も、下記文字を賜りました。過去ビットマップとベクターが逆です。慎んで個人のご冥福をお祈りいたします。で、2006年10月17日夫妻の部屋にて起訴。夫妻の部屋というのは松田豊 の部屋のことです。簡単に言うと2006年10月18日 BCC にて一斉送信。で、心地の柱、第4の柱、中田秀樹美術館。で、追伸、松田豊を含む日本現代美術におけるカチラの系譜について11月3日に府中市美術館で公開レクチャーを行います。なんたらかんたら。パフォーマンス公開制作ノウハドローイング関連企画。ということで、告知が入っています。で、画像の1と画像の2が、入るということで、画像の1と画像の2がここにあるんですけど、こっちが画像の1ですね、きっと。これが僕が97年に美術家としての最初の個展をギャラリー NW ハウスでやった時に松田さんから届いた伝言ですね。ユニエユヤウエインガアエイミイオアエウィーサオプサイ。で、これは雲母だそうです。雲母という雲母星という星があって、そこの言語で書かれたということだそうです。で、次今なんですけど、雲母語のところだけが、松沢さんのここの言葉になるんです。そうですね、上の部分もここは全部電報のフォーマットだと思います。全部わかりました。電報として送られてきました。電報なんですね。電報です、これ。だから電報で来たと、これは。電報アートですね。でもこれはアートじゃなくてメール、電報かもしれないですね。で、これはその後の僕が芸術特許という個展をギャラリーセラーでやった時に、ギャラリーセラーの初日にこれを読んでくれみたいな感じで、なんか送られギャラリーセラーに送られてきたので、ここは豊かという名ですかね。これはプサイの文字ですね。彼が自分の記号としているものですね。これもオメガですね。で、彼が自分の記号としているものですね。で、ゼロ、形の色の2つの解が芸術原理のうち、形やピットマップ方式
色はベクター方式、これ逆ですね、うん、中澤これは 2D のものを 3D にと主張、さらに行って行ってどこまでかイケイケギャ、80年代人類滅亡ギャ、そういうことで作品をちゃんとくださった。これ読んでほしいという指示はどの範囲を読んでいる、この時にオープニングの時に電話をしたんですよ、松田さんに。そして、電話がかかってきたんだ、かかってきた、松田さんからギャラリーセアー宛てに電話がかかってきて、この前送りましたけど、あ、ファックスで来たのかな、これ。ファックスで来て、その後で郵便でも来たんだけど、その時はファックスで来て、ファックスが来たと同時に電話が鳴って、で今オープニングで忙しいところだと思うんですけど、まあ、そこの中でちょっとあえてお邪魔するんですけれどもみたいな感じで、で、これを今から朗読するので、なるべくこの電話口のところでなんか拡大できるマイクとかないですか、まあ、なければ、まあ、集まっている皆さんで電話口のなるべくそばまで来て聞いてください、今から読みますだからって言って読んでくださったんですよ、その時松田さんが、うん、松田さん本人、うん、なるほど、うん、これ2005年だから本当に亡くなる1年前ですね、うん、2005年の5月のギャラリーセラーでの展覧会での出来事です。でこれはちょっと間がモノクロなのでモノクロにしちゃってるけど、確かここのね数字のとこ全部赤だったと思います。この画像じゃなくてちょっと残念です。あ、元がある、元これだ、これか、全部赤ですね、全部赤だった。あ、元と言いながらこれが一番小さい、こんなな、これ色しかわかんないですね。これが手紙で送られてきたものですね。そうですね。ええ、そうです。こっちも別に同じだと思います。同じです、ね。さっきから。はい。で、まあこれをさっきの間の中で乗っけたと。できるですね。でその次がまた例によって無断転載ではなくて、次はね無断じゃなくて有断のものもあったり無断のものもあったりするんですけど、もう断ってるものも結構多いです。フロム誰々さん、サブジェクトリデート、まあ、送ったのが7時3分ですが8時くらいに来ました。配信を停止してください、よろしくお願いします。それまでずっと方法と機関誌方法とか配信してた時はやれてなかったんだけど、これを配信したらついにやめてほしいっていうのが来たみたいですね。で次、正弘宮、これ宮さんですね。これはイヤマス ACJP なので宮さんだってわかるっていう感じで、これ本人だってことがわかる形でいいですかみたいな形で確か許可取ってると思います。でサブジェクト、中澤様折り入ってということで、中澤様、松田豊さんのことをご連絡ありがとうございましたっていうのが、芥川作曲賞っていうのを宮さんもらってるんですけど、旧方法の人ですね、もらった時に松井さん、これも旧方法の人ですね、松井さんからの伝言で宮さんの芥川賞受賞おめでとう、めでたくもありめでたくもなし、あとは一網打尽ですからという不思議な激励のお言葉をいただいたのをとても印象深く覚えています。このちょっと分かりにくかったんですけど、この言葉は松沢さんの言葉ですね。で松沢さんはメールとかやってないので松井さんに伝えたんですね。松井さんと松沢さんは当時ちょっとやり取りがあったんで、で宮さんの芥川賞受賞おめでとうみたいなことを松井さんに言って、それを宮さんが伝え聞いた。なんだろうな。
で次トミー玲子さん、これニューヨークの美術史家ですね。あの松田豊とか彦坂直義とかをあのすごくやってる人です。僕は方法の夜でお世話になってる人です。リ・オレイ。中澤様、メールありがとうございました。私はお通夜にも告別式にも行けないので様子が分かって嬉しかったです。なんとか、これ雑誌名ですね。雑誌なんとかのために書いた追悼文です。私の秘蔵松田作品とともにお見せします、トミー、ということで、なんと彼女が追悼文を別の雑誌のために書いた文章を送ってくださった。まあそれはちょっとあの省略させていただきます。で次、新井孝子さん、この人は見ての雑誌、詩人ですね。で、中澤様、ご連絡ありがとうございます。以前見てに松澤さんにご寄稿いただいたことがありました。2222年を超えでもその言葉は残るでしょう。雲母線を見上げつつ、新井孝子。はい、村田早苗さん、一回番外に来てくださった方ですね。中澤さんへお手数をおかけしました。作品しかと受け取りました。ありがとうございました。私たち村田と武藤陽子川口現代美術館職員からは、この時あの川口現代美術館の職員だったんですね。この村田さんはね、この、 あの松田展をやった担当の人ですからごくごく簡単な弔電をお送りしました。送りました。松澤さんの作品とその人に関われた記憶と時間を大切にしていきます。府中での公開制作楽しみにしています、村田さん。で次、ビットラビットたったかプラス10巻伊豆沢さんということで、これはたったかさんですね、きっと。中澤様、アッペルたったかほぼイコール高橋達夫です。その折はお世話になりました。下記ミクシーの自分の日記に転載させていただきたいと思います。問題ありましたら お知らせください。取り急ぎということで、僕の全部の引用してミクシーの日記に載せてくださったそうです。次、青森の花田です。中澤様、松澤さんの追悼文今朝拝図いたしました。中澤さんの文章を読んで相当気を落とされているのではないかと心配していたところでした。で次、田中陽介、この人も知ってますね、詩人の方ですね。レクチャー伺います、合唱田中陽介。はい、で次、谷部浩一さん、これはニューヨークで知り合った写真家です。中澤さん、松田豊さんのご冥福をお祈りします。しかし、私はこのような芸術家には決して死はないと思います。というのも、松田氏の精神は生前から間違いなく世界全体を包摂していたに違いながらです。絶頂としてのモダニズム、いにしえのとあるローマ法王は、同色公の三階を廃人に帰すことのできる犯罪者は、神に対する最大の貢献者であろうと言ったそうです。松田豊さんについてもっと知りたいです。谷部浩一、はい。引っかかる人もいると。別に下田さん、死して生きるのか生ゆえに死すのか分かりません。私も松田氏とお会いする機会がなくなったことは個人的には残念に感じます。しかしながら数少ない松田氏の展示や行為と関わることで多くお話ができたかと感じています。そういえば舞踏家の大野和夫氏は現在100歳であると聞きました。彼の映像や一度どこかで立ち会うことのできた彼の舞う様子から、やはり人は死なないのではないかとも思ったりします。これで人は何を求めているのでしょうか。例えば人はなぜ絵を描くのでしょうか。それを人に見せる見せないはずも、自分という存在のありさまを感じ、何かに託して永久に持続する存在として自分を見出していきたいと感じているからかもしれません。私も松田氏は死んでいないし生きていると思います。彼には会う気になれば私もいつでも会えると思います。話すことさえできると思います。ですから300歳といわず何百年何千年と生き続けるはずです。彼は歴史として生き続けるはずです。ご冥福をお祈りします。推進公開役者には伺うつもりです。楽しみにしています。ありがとうございます。僕はあの、私も松田氏は死んでないしと思いましたけど、僕は死んでると思ってたんですけどね、どうですね。次、名前伏せてる人。前略。さて、この度の松田豊さんの訃報、あまりにも突然のことでびっくりしております。編集部には、これ美術手帳編集部なんですね。松井茂さんから、誰々美術編集者の誰々さん宛てに第一報が月曜に届きました。
ほんの 1,2 週間前に会議で元気なおじいさんここしてに取材してアートと長寿の関係を聞きたい松沢さんとかなどと話していた矢先だったので本当に残念です。本当に残念ですね。アート役で次、中村圭一さん、この人はメールアート役ですよね。あの中村圭一さんのブログに行くと、いかに、して自分がメールアーティスト、誰だっけ、さっきの島本正三と出会ってその後メールアートの世界のネットワークに入ったかみたいなことがを書いてるブログがあります。中澤さんはメールアートありがとうございました。松澤さん大好きな作家の一人でした。不法に接して驚くとともに寂しい思いを感じておりました。2という数字に関わりが深かったんですね。松澤さんは作品としてもそうだし僕たちの曲の中に実像として生き続けています。中村圭一さん。で次、国井杉浦、これ杉浦国井というニューヨーク在住の、写真のアーティストですね。中澤様、松江豊という方を知っていたあなたはとてもラッキーと思います。私も遠くからなんとなく興味を持ってましたが、全然どういう方か知る機会はなかったです。青森の経験はとても楽しかったし、あなたや松井さんのしていられることとてもユニークに思います。ではまた ご連絡ください、国江。最後、国江あたりがこうニューヨークのファーストネームで呼び合う感じ。幸福とさせます。山下裕二さん。知ってますね、この人。中澤様、僕は飛行機の中で読んだ読売新聞の小さな記事で松田さんがまだ生きていることを知りました。いつだったか、僕が中澤さんに一番尊敬する作家は誰ですかみたいなぶしつけな質問をしており、一曲を言われた後、松田豊ですねと言ったことが思い出されます。ご冥福をお祈りしませんので、山下裕二です。前竹西和馬さん、この人は当時ニューヨークに住んでたんですけど、最近日本に帰ってきて、では岡崎健次郎さん周辺のところでよくレクチャーとかされていますね。中澤様、とても刺激的な、そして深いところからふつふつと元気の湧くメールをありがとうございました。いいですね、このくらい投稿を見ながら楽しくい行きたいものです。沖縄にいる僕の祖母は弱い103を数えますし、妻の模様は120歳まで生きるなどと申しておりますが、いやはやまだまだですね。慎んで個人のご冥福と残されたことの葉の発展をお祈り申し上げます。カズマ。次、名前がない人。以下の送っていただいた美術家の方は興味深いですね。生まれ年も去ることながら作品も興味を持ちました。この人はテレビのディレクターの人ですね。杉本さんですね。で次、from 野口礼一さん。この人は今は三菱石工館美術館の学芸員ですけど、ずいぶん長い間メディア芸術祭などをやってた文化庁の人で、その前は現代美術館の学芸員とか芸大の学芸員とかをやってた方で、次に松田さんが亡くなられた際のメッセージには感銘を受けました。松田さんの超越性を改めて感じさせられました。同時に自分の不義理も救われてしまったような気がします。で、最後にちょっと行きましょう。2006年10月17日、松田家を後にした私はその足で下諏訪郵便局に向かった。前の晩から徹夜で用意してきた47通の郵便物に当地で購入した信州の切手を添付し、当地の決心が押されることを局員に確認してから交換した。内容は美術家松田豊が生きていると題した文面と、数日後に府中市美術館で始まる私の公開制作のチラシと招待券、CD のチラシも同封した。翌18日、文面にあった本日の号を昨日に変更すると、多少の文言修正をし、BCC メールとして約1700通を配信した。上記は私から配信したその E メールと、それに対する返信の数々である。なお、私に不法第一報を伝えてくれた知人の松井しめるからは、本 E メールに対してお見事との電話をいただいたことを書きしておくということで、これはメールアートというか、メールのやり取りなんですけれども、やり取りではあるんですけれども、最初の
あの美術館松田優作がいいって言うとか僕は思ってないわけだけど、わざこういうタイトルで送ってますし、これを自分の作品だというつもりもないけれども作品じゃないというつもりもないし、ただのメールともやっぱり全然違うと思うしみたいなような曖昧な部分に位置しているものですね。一応メールアートがインターメディアだみたいな、あのメールとアートの中間領域みたいな解説をつければ一応その中の範疇にはなるんですけど、アートといってもやっぱり語弊があるし、メールといっても言い切っても語弊があるようなものです。でこれは作品を送ったかどうかもちょっとわからない感じですね。自分の作品を送ったともちょっと言えないものがありますね。ただこういう場合に大事なのは日付ですね。日付というかあと速さとかということで、これを僕は実際にお葬式に行ったわけなんですけれども、そのお葬式に行ってすぐそのまんまその次の日に出してるという、その日付が欲しくてやったもので、これを例えば1週間とか2週間経ってから送るのはもう時期を逸してて成り立たないんですよね。なのでメールアートの場合日付が大事なものもかなりあるというふうに思ってます。これはハイレードセンターの通信衛星は何者に使われているのかという作品が日付が大事というか思いついてすぐ送らなければ成立しない作品だったみたいな、そういったところがあるのと似ている状態だと思います。松井茂まで行ってないんですけども、ちょっともっと進みましょう。あ、いいですか今の松田さんの、はい、で、松井茂の漁師史についてはどうやって見せればいいかな、保存してないか。松井さんからの漁師誌が届いてる人、はいはい、半分届いてる。じゃあ実際届いてるのを見せた方がいいんですね。平間さんとかが届いてる。届いてます。届いてる。みんな新方法は旧方法と一応メール交換はしてるから届いてますね。結構これは僕のあんまり人には見せてできない。みんな見るな見るな。ニューストで配信されてます。みんなあんま見るなよみたいな。どっかに検索すればいいですか。検索するか。ここで茂る。茂る。読んでないの未読とかあります。まあここ最近のものですけど、例えば2月1日に810番が送られてきて、その5日後の2月6日に811番、でその5日後の2月16日に813番みたいな形で、これは個人的なメールのやり取り。あ、3月6日って今日じゃん。あ、思い出した。今日ね、松井さんにゲストで来てもらおうと打診したんだ。この話してもらおうと。そしたら、今日はなんか彼の作品が演奏される、どっかで演奏されるらしくて、それで来れないです、残念ですみたいなことだったんですね。そういう内容がここに書いてある。ちょっと読んでみましょう。無断で拝読、残念申し訳ないです。どう内容、テーマ的には関心度高いところなんですが、ごめんなさいですみたいな感じで、こうね、こうシャレが大変さそうで3000円しかご利できないです。勝手なことを書いてますね、なんかね。こう、
ゲスト松井茂を考えてます。僕のまだ見てない過去メールアートの松井豊のハガキタイナーなど一緒に見ている。さらに松井さんの量子配信について、5日後と当日発表についてなどなど、プロジェクター投影者なら答えられれば楽しいかと思います。準備は不要ですので、当日遊びに来る感覚でいらしていただければ。講義時間19時から22時までとなっています。いつももっと遅くなってたりしてますということで、今も遅くなってるんですけど、なるべく早く終わらせたいと思いますね、というようなことで、そうそう、講座はユースとして録画公開もします。受講者なってあります。スタッフはカイドさん、平間さんがですね、感じだったんですけどね、ちょっと残念でした。まあ、いうことで、じゃあ見てみましょう。2月21日の量子誌第814番、これですね。彼は、文学出身なので、詩人だということもあるので、あの常に、20時20行という原稿用紙フォーマットをキープしている人です。なのでこれも20時20行になっているはずですね。で、1個読んでみましょう。ちゃんと量子誌第814番、2013年2月16日東京毎日新聞朝刊より、予想最低気温最高気温、本日1度6度、17日0度8度、18日3度10度、19日3度9度、純粋誌1行を書く、ホームページ更新、2013年2月17日東京毎日新聞朝刊より、予想最低気温最高気温、本日マイナス1度8度、18日3度11度、19日4度9度、20日2度9度、純粋誌2行を書く、2013年2月18日東京毎日新聞朝刊より、予想最低気温最高気温、本日3度12度、19日2度5度、20日1度9度、21日0度7度、純粋誌5行を書く、2013年2月19日東京毎日新聞朝刊より、予想最低気温最高気温、本日3度9度、20日1度9度、21日1度8度、22日2度10度、純粋誌5行を書く、2013年2月20日東京毎日新聞朝刊より、予想最低気温最高気温、本日1度9度、21日1度7度、22日1度10度、23日4度10度、純粋誌5行を書くって、この後に四角で埋めてますね。これ、冬なので、一桁の気温のが多いので、こんな感じで余白がたくさんあるんですけど、夏だとみんな二桁なので、ここははみ出て溢れてって途中で切れた形で終わってるようなものが多いですね。で、どんなに切れてても、量子誌のフォーマットは20時20行で定まっています。で、815番、これ僕未読ですけど、2月26日に来たのもフォーマットですね。で、816番、3月3日に来たのも同じ感じですね。で、結局予想してるみたいなことだけしかやってないということで、実際にどうだったかっていう記載を一切入れてないみたいな、そういったようなことについて考えてるみたいなんですけど、まあ、これは彼はメールとして配信するということをある時から始めたと。で、それ以降ずっと5日ごとこうやって配信をしていると。で、結局名刺交換すると、彼と名刺メールアドレスを交換すると、これが送られてくることになっていることで、菅沼さんに電話することを思い出した。で、菅沼さんは名刺交換をしたら、これが送られてくることもこうなったということなので、で、彼女は感想としては、なんかこれに対して送られてくるようになったんですけど、どう対処したらいいかわからないという、大変メールアートとしては大変面白い、ありがたい反応なので、無視すればいいじゃんみたいに、みそにさんのように冷たくなくていいですよね。ええ、無視してるんだけれども、どう対応したらいいかわからないてるので、ちょっと菅沼さんに電話をしてみましょう。
くスピーカーにすれば音が入る。もう一つ、そいつ大丈夫。あれ？ここに入ったところでみんなには聞こえない。それそう。あ、もしもし、中澤秀樹です。あ、どうも、こんにちは。こんばんは。はい、どうもありがとうございました。報告書送っていただいて、すごい、あ、今、電話大丈夫ですか？あ、はい、実はですね、報告書もとてもありがたくて、その中の、いろいろなものに驚いてるんですけれども、それも非常にありがたいと言いつつ、本題はですね、今、美学校、以前いらしていただいた美学校で、ああ、そうだそうだということでですね、だけど、これ拡大できないですね。僕だけ聞いてるんですけれども。あ、でもちょっと聞こえます。ちょっと聞こえる。ちょっと聞こえる。ちょっと聞こえる。すで聞こえる。今、僕の iPhone で聞いてて、受講者がものすごくたくさんいて、みんな菅沼さんの声を聞き漏らさないように聞いてる最中なんですよ。あんまり聞こえないらしい。ちょっと聞こえるらしいです。はい。ということで、はい。はい。あ、今居酒屋にいる。あ、本当だ。居酒屋の雰囲気が急に伝わってきた。じゃあすみません。じゃああんまりな。あんまり長話しちゃダメですね。それはいいですと優しい言葉を言っていただきましたが、こっちももう終わりの時間過ぎての電話なので、こっちも急がないといけないんですけど、本題は先々週も電話すると言いながら電話できなかったんですけれども、今松井しげるの漁師誌が漁師誌第816番とかそういったものが菅沼さんのところにも5日ごとに送られてくるようになってしまったわけですよね。はい、それに対して菅沼さんがどう対応したらいいんだかちょっとわからないようなことを述べられていたので、わかんないですね。どうすればいいんですか、どうすればいいんですか、はははみたいな感じで。え、はいはい、返信した方がいいのかって言いました。うん、返信した方がいいのかとか、しなくていいのかとか、なんとなく解釈しなきゃいけないのか、と一方的なものとして流していいのかどうかとか、そう考えちゃうんですけど、どうなんですか？どうなんですよね。今まさにそういうのをどうしたらいいのかみたいなことをちょっと考えている最中なんですけどね。どうしたらいいんですかね。ちなみにね、山下裕二さんってね、毎回必ず返信してるらしいですよ。返信して、それで実際はもっと熱いはずだとか。いちいちちゃんとね言って、あと時々ね、松井しげるも書き写し間違いとかすることがあって、で書き写し間違いするとこれは絶対違うぞとか、なんかね、こう鬼の首を取ったようにはさいで指摘してくださるそうです。そこまでやった方がいいんでしょうかねということで、ぜひやった方がいいんじゃないですかね、きっとね。何のまん、なんか、反応の仕方が人によって直接会った感じだとか、どのくらい友達かどうかとかによっても違いますよね、きっとね。そうですね。はい。あ、当分系の山梨さんにも送ってるんですか。あ、そう。あ、彼女、当分系の山梨さんとも、そういうことを菅沼さんとやってるんだ。あ、多分、山梨さんと面識があるんじゃないですか、松井さん。
面識があって、それでその後送るようになったんじゃないですかね。多分きっと松井さん名刺交換した人全員に送ってんじゃないですかね。あ、違うらしい。名刺交換した人全員に送ってるわけではないらしいということを、なんか受講者の、うん、まやさんが今言ってた。うん。うん。うん、わからない人から行くと。うん。芸術的行為であることは確実として、あ、いつも律儀に送ってくれることに対してこっちも律儀にならなきゃいけないかどうか、うん、だけど、うん、だけど、ええ、うん、あ、もう一回言ってください。一方的な行為なのか双方向的な行為なのかがわからないって言ったんですか。うんうんうん、自動的に送ってるんじゃないかと思うけど、うんうんうん、なんかいろいろわからないみたいですね、菅沼さん。送られてる方のものなのか、送ってるものの方なのか、一方的なのか、いろいろわからない。うん。わ、うん、からないと。うん。多分両方なんでしょうけど。うん。なるほどね。いや、貴重な、うん、ご意見ありがとうございます。はい。うん。きっとどうなんでしょうね。きっとなんかそういうような菅沼さんの反応は喜んでんじゃないですかね、松井さんね、きっと。そんなことで喜ぶタイプかもしれないですね。あ、なるほど、わからないですよ。真面目に自分のアートがなんで分かってくれないんだって思ってるかもしれないですよ。なるほどね、混乱がしてる、うん、混乱は慣れました。もう全然5日ごとに送られてくるたびに混乱を待たす。送られてくるようになってから何ヶ月か経ってますよね。最初に送られてきた時はとても驚いたけど、今はあんまり驚かなくなったりとかしてますか。うん、驚きはしないんですけどね。でもまだ解決はしてない感じですね。5回に1回くらいがなんかどうしたらいいのかみたいに思うわけですね。いや、なんかいろいろな言葉を紡いでいただいて大変ありがたいです。この無視すればいいんじゃないのみたいな風に思ってる人も受講者の中にはいるみたいなので。そう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 、いや、ありがとうございます。あ、じゃあ居酒屋でお楽しみのところでもすみませんでした。前々回の番外もすごくおかげさまでゲストでいらしていただいて楽しかったですけれども、今日もまた声の出演でありがとうございました。はい、いえいえ、とても貴重なご意見だったと思います。どうもありがとうございます。はい、ではまたまたということで、はい、それではどうもありがとう、はい、はい、どうもありがとうございました。はい、はい、どうもありがとうございました。どうも、はい、どうも。ということで、あんまり聞こえなかったですね。僕もよく聞こえなかった。そうなんだ。なんか酔っ払ってる感じかもしれない。それはよくわかる。そういう時間ですね。まあ、そういうふうにビビッドな反応をして
してる感じがちょっと伝わってくるいい感じな気がちょっとしましたね。はい、で、どうしよう。どうしよう。松井しげるの5日ごと当日発表というメールマガジンが、かつてありまして、でそれについては、ウェブ上に載ってないんですよね。でただそれを配信したことがあるみたいなことはウェブ上には一応載ってることは載ってて、それはどこにあったっけな、違いますね、作品かな、作品じゃないんだ、アクションショーインホール、ちょっと出てこないですけれども、このウェブサイトの中のどこかに確かあったんですよね、いるかな、ちょっとあとで誰か探しといてください。で、ともかくですね、出発時点としてはですね、5日ごとじゃなくて、あ、当日5日ごと当日発表っていう3回だけのイベントが、高橋裕二さんたちが行ったイベントというのがあったんですね。でそれに松井茂が参加してたというのが明治学院大学で行われたんですけど、それの後に松井さんが、メールマガジンの配信を始めたと。で三橋圭介さんと松井さんの2人がレギュラーメンバーで、あと1人は毎回ゲストであると。で5日ごとに配信されるメールマガジンで、全員20字 ×20 行で400字というフォーマットがそれはっきり決まってたんですね。で、そこで三橋圭介さんは、連載をやってた。同じで1回で終わらない、一つの話題が400字の中でも終わらないので、どんどん一つの文章がつながっていくような形で連載をしていた。で松井しげるはその時にこの量子詩というのを発表しだしたんですね。だから20時20行のフォーマットの中で量子詩というのを発表して、1回につき1編発表するというのを始めていた。で、量子詩というのはね、あとそれからグラフィックバージョンもあるんですけど、これはテキストバージョンの方の量子詩ですね。で、あともう一人のゲストというのは毎回違うということで、全部で100号じゃなくて、第1期と第2期と第3期みたいな感じで、総勢何百くらいか確か送られたと思います。確か松井しげるさんのホームページのどこかにあったので、後で見てみてください。で、それも、マガジンではあるんですけど、別に頼んでもないのに送られてくるというようなことが多分あったんだと思います。ということがありますね。でこれもちょっと関連のものとして言っておきたかった感じです。という形で、どうしましょう。方法と新方法のメールについてちょっと述べることが全然できてないんですけれども、これは各自自習にしましょうか。また来週だよね。また来週にするかもしれない。また次回にするか。次回はね、他にアイディア2つくらい思いついてるんですけど、それやってもいいですよね。ちょっとそれは来週のツイートするときまでに考えます。続きこれにするかどうかで、じゃあ今日はちょっとここで終わりにします。今日は次回最終日ですね。次回が、3月20日になると思いますけど、じゃあここでまたウグイスさんに終わりの文章を読んでもらいましょうか。では続いて中澤秀樹文献研究番外編第16回終わります。次回の中澤秀樹文献研究番外編第17回は2週後の今月第3水曜日3月20日です。告知は来週、すなわち今月の第2水曜日
3月13日にツイッター上で行う予定です。ご存知のように番外はこの3月で終わりです。ただいま告知した3月20日の第17回が最終回となります。3月20日は春分の日ですが、美学校は祝日でも学校機能がダウンすることはないとのことですので、番外も開講します。次回最後の番外もどうぞよろしくお願いいたします。それでは本日は神保町の美学校までお越しありがとうございました。あるいはユーストでご覧いただきありがとうございました。引き続き近くの中華に流れましょう。それでは皆様、季節の変わり目、お風邪や花粉症など召されませんよう、スタッフの方々もお疲れ様でした。皆様ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ電気お願いしますという形で、なんか急に終わりましたけど、いいんだろうか。